皆さんこんにちは。明細解除は進んでおりますでしょうか。私はすでに明細解除の最終段階であるインターステラー明細を獲得しているんですが、別の武器を解除した分、このグレポン RGL80 は途中で断念していました。プライスレス明細のチャレンジダブルキルを25回というのがかなりの難問で、グレポンの爆発ダメージではキルするのに3発くらいかかるんですが、それでそもそもキルするのが大変なのに6発装填で予備弾薬もない。なのでこれを間を置かずにダブルキル取っていくっていうのは難しくて、取れてもかなり時間がかかるんじゃないかなと思っていました。ところがですね、たまたま敵側で食らった行動を真似してみたら、あっさりと迷彩を獲得することができました。それはグレポンをシャッカンのように扱い、弾を直接敵に当てる直撃狙いです。直撃した弾はその場で爆発しませんが、当てられた方は直撃で一発キルが可能になります。爆風狙いで撃ち出してた時は直撃なんてそうそう無理なんじゃないかなって思ってたんですが、ショットガンをイメージすることで案外当たるもんなんですね。なんでというわけで、3日ほどで集めたトリプルキル以上の連キル集をご覧ください。マジか。何か溜まったか。トイレにいるね。おお、クマズキル。マジか。おお。おお、マジ。あそこ固まってたもんな。次はバラバラになり始めた。はい、死んでー。大丈夫か。どっちだ。ああ、真ん中から来る。敵がハードポイント内にいる。敵の UAV が稼働。ハードポイントを危険だ。エリアを確保しろ。うん、取りに来た。待てない。我々がリードしてる。さっきの人じゃん。目標アルファは奪われた。取りも目標ブラボーを確保する。ポン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 。目標チャーリーを確保する。友軍ウィルソンオンライン。目標ブラボーを確保する。敵の UAV が飛来した。UAV スタンバイ。敵がブラボーに。Come on.